こんにちは。トレーナーの小林です。今日は、木曜日ということで、大西先生のストレッチですね。普段は私はストレッチやらないんで、ちょっと体が硬いんで、苦手な分野なんですけど、早速やってみたいと思います。 Hello guys! トータルダイエットカウンセラーの大西ひとみです。リレーで4人でリレーでエクササイズを、家でできるエクササイズをやってるんですけど、私はストレッチの担当なので、皆さんと今日はストレッチをやっていきたいと思います。で、私もはっきり言ってもう普段から全然ストレッチしてなくって、まあこのタイミングでまあストレッチやるのもいいかなっていうふうに、ちょっと自分の中でもちょっといい機会だなと思ってます。まあ、そもそもそのストレッチを担当することになったのも、残りの3人が全員メンズで全然体が硬いから私がするっていうことになったっていうね、こんな理由でストレッチをやることになったんですが、私はとりあえずすごいスローなストレッチがなかなか苦手なので、ちょっと汗ばむような動きのあるストレッチを皆さんと一緒にやっていきたいと思います。で、今日はね、ちょっと下半身、腰から下を、伸ばすエクササイズじゃなくてストレッチをやっていきたいと思います。では皆さんやっていきましょう。はい、じゃあまず座ります。で、ゆっくりゴローンって寝転んでください。で、寝転んだらぐーっと両膝を、胸の方に近づけます。で、ゆっくり呼吸して、肩に力入れない、リラックス。もう一回いきます。はい、もう一回引いて、そして3番ゆっくり起き上がります。起き上がったらさっきと同じポジションでコロンコロンって転がって起き上がってきて、足床につけない動きをいきます。こういう感じです。コロン上がって一緒にいきましょう。どうぞ。1、そう、一回静止するような感じでね。2、しっかり丸めて。両足しっかり伸ばします。部屋狭いからね、伸ばせるかどうかわかんないですけど、寝ます。で、片手を横に広げます。切れちゃいますが、右手を横に伸ばします。で、左手で右膝外側抱えて、そのままぐーっとひねってください。で、肩が浮かないようにしっかり伸ばします。3、ちょっと曲がってる、4、5、
楽しみながらやりましょう。6 7 8 9ラスト10 OK。 次は結構大きな動きをします。右足90度に曲げてください。左足まっすぐ後ろ、膝曲げないようにまっすぐ伸ばします。つま先で両手を足の 右足の前につきます。でそのまま下にぐーっと押し付けて股関節伸ばしてください。で3秒したら肘をごめんなさいね、真下に1、2、3、両手を大きく広げて1、2、3、前の膝伸ばしてつま先上げます。1、2、3、5回繰り返しましょう。
忘れない。この時もしっかり呼吸してください。あと2回、OK。 はあ、お疲れ様でした。頑張りました。疲れました。それではまた皆さん、次回もまたストレッチ何か考えて用意してお部屋で待ってます。じゃあ I'll see you guys soon. Bye bye. はい、お疲れ様でした。ちょっとね、やっぱり普段やらないストレッチだったので、すごい全身伸びて、私はね、特に下半身が硬かったのですごいきつかったんですけど、まあ、楽しく全身伸ばせたので良かったです。ちょっと普段ね取り入れてないので、これから自分も継続してやってみようと思いますので、皆さんもぜひやってみてください。それではまた。